ゼロ気になってたもんね。あ、ゲームバや。はい。終わりにしましょう。面白かったですね。はい。はい。じゃあ次これギャラクシアンやってみましょうか。ね。これも多分ね、似たような感じだとは思うんですけど。いやね、なんかね、あるユーザーからね、トゥルーブルーばっかりやらずに、普通のね、プレステ、PS クラシックのね、元々のね、あの収録されてるね、20タイトルの方がやってくれというね、意見もあったんですけどね。いや、あっちのね、元々のやつはあんまりやるゲームないですからね、正直ね。クソみたいなラインナップですからね。だからオートブリームの方やっちゃうんですよ。オートブリームちゃうわ。トゥルーブルーの方ね、やっちゃうんですよね。これはなんだ？セッティング？いいや、とりあえずね。これ戻るのどうすんの？これ。あ、これでいいのか。はい。いやね、プレステ、PS クラシックのね、もともと入ってるデフォルトの20タイトル、クソみたいなタイトルばっかね、ラインナップですから。まあ、あんまりやるゲームないですからね。だからこの、オートブレイブの導入とかね、のために買ったんですからね。トゥルーブルーのために PS クラシックを買ったようなもんですからね。まあまあでも、PS クラシック買う頃、時はまだね、トゥルーブルーの存在知らなかったけど、オートブリームのために買ったようなもんですから、PS クラシックはね。もともとのね、20タイトルは全くね、興味がなかったから、もともと PS クラシック自体買うつもりもなかったですからね。オートブリームの導入が、のために買っているもんですから、それはね、やる気しないですよ、そんな。もともとのタイトルね、20タイトルなんてね。バイオハザードと FF7 とね、G ダライアスとグラディウスガイデンぐらいしかやるゲームなかったですからね。それ以外やる、ね、あんまりやりたいゲームないですから。いや、間違いなくね、クラシックミニシリーズの中で一番 PS クラシックは出来悪いと思いますね。ゲームのラインナップとしてはね。絶対ネオジオミニ、メガドライブミニ、PS エンジンミニ、スーファミミニ、スーファミコンミニ、ファミコンジャンプとネオジオミニには絶対負けますよね。ゲームのグラフィック、ラインナップはね。PS クラシックのゲームのラインナップはほんと、なんでそんなん選んだんのって言いたくなるぐらいのラインナップですからね。他のミニシリーズのラインナップは素晴らしいのばっかりですけどね、PS クラシックだけはね、大したことがないというか、それはみんなからクソ扱いされるわっていうね。もうすごいですから、Amazon で見たら PS クラシックに対する批判がすごい、批判コメントがね、凄まじかった、全部読みましたけどね、すごかったですね。ゴミって書いてますからね。アマゾンではもうゴミって書いてる人多かったですからね。PS クラシック自体ね。まあゴミまで言わないですけど僕はね。まあただゲームのラインナップはクソみたいなラインナップばっかりとは思いますね。いやね。偉大なソニーのブランドがね、PS クラシックをね、だけはね、こけたというか、大ヒットはしなかったという感じがしますね。任天堂には負けますよね。任天堂のミニシリーズには大ヒットしたのに。これ、完全にあれで 3D ですね、このギャラクシアンはね。完全に、そうですよね。なんか、
完全な 3D になっちゃってるな。一応これ体力ゲージみたいなのもあるんですね。シールドって書いてあるから、これはちょっとね、その前にやったギャラガーの方がいいですね。これあんまり好きじゃないタイプの 3D シューティングですね、僕ね。ギャラガーの方が面白いですね、まだ。こういうなんか視点がついてて、こうやって狙って倒すタイプの僕ね、3D シューティングあんま好きじゃないんですよね。操作性悪いというか、こういうのって。あ、やられた。これゲームオーバーってことか？あ、ゲームオーバーっぽいね。一機しかないんや、このゲームは。はい、いいや、終わりにしましょう。いや、これはそんなに面白くなかったですね。